韓国のワールドアーティスト、BTS、防弾少年団の写真集、大根ビハインドザシーンチルダ僕たちが一緒なら砂漠も海になる、が大ヒット中だ、写真。BTS をもっと見る同作でメンバー7人が語っていたデビュー当時の苦闘秘話と、彼らが歩んだ成長記録を、未掲載のスペシャルオフカットと共にお届けする。アスタリスク人、同じ頃にデビューしたグループが、たくさんいました。ステージに上がったからって、安心はできませんでした。フルコーラス歌わせてもらえないことも多かったですから。そんな時は、本当に悔しかったです。もっと必死に練習しました。実力さえあれば負けないと思っていました。シュガー、音楽番組の競争率は、本当に熾烈でした。ステージに立ちたかったです。音楽を続けたかったですから、J-HOPE、どの練習生も同じじゃないでしょうか。本当に切実でした。このステージで生き残らなければならない、と、毎日思っていました。RM、短い時間の中でアピールしなければなりませんでした。人々の視線を引きつけなければならなかったんです。次はない、ということも分かっていました。選択の余地がありませんでした。僕たちを証明しなければなりませんでした。自民、どん底から這い上がる感じ。前も見えない状態で、です。情熱だけで、どうにかなるものではありませんでした。それでもできることは、休みなく鞭を打ち続けることでした。こんなの大したことじゃない、という。V、練習生の頃、数えきれないほどの仲間に出会い、別れました。その頃から、生き残らなければならなかったんです。JUNGKOOK、その自信が、どこから湧いてきていたのかわかりません。僕は、きっと成功する。僕らは、なんとかなる。そんな確信がありました。練習室は汗の匂いがすごかった。ステージパフォーマンスがすごかった。ラップが響き渡った。そして差別された。人、最初から異色でした。ただ、差別化戦略ではありません。僕たちがやりたかった音楽、だっただけです。何よりもメンバーを信じて、事務所に従いました。怖くはありませんでした。シュガー、はい。不安はありませんでした。僕たちは不安じゃなかったけど、周りの人たちが、僕たちのことを不安がったんです。RM、僕が一生懸命やってきたラップだから、大好きな音楽だし、誰よりもうまく伝えられる、と思いました。今思い出すと、そうでもなかったと思う部分もたくさんあるけど、J-HOPE、他のグループとは比べませんでした。僕たちだけのことをしました。もちろん、他の人には衝撃だったかもしれません。でも、その衝撃で強烈な印象が残ればいいと思っていました。自民、10代の悩みを伝えたかったんです。それが僕たちの悩みですから、ヒップホップは僕たちの思いを伝えるのに最適の音楽でした。V、他の人と違うということは僕たちの長所だと思いました。JUNGKOOK、当時の僕の目標はチームでした。迷惑はかけられませんでした。僕の役割をしっかりと果たすことが最重要課題でした。BTS は戦った。相手は自分、そして自身、V が言ったように、僕たちが実力をつけることが大事でした。そうすれば認めてもらえると確信していました。
結局、少年たちは正しかった。偏見は消えた。もちろん偶然ではないから、きっかけはあった。RM、一度に変わりはしませんでした。少しずつ変えていったんです。僕は、I need you、以降だと思います。ジン、マイクドロップ、たくさんの人が、かっこいいと言ってくれたステージ、シュガー、AMAS、アメリカンミュージックアワーズ、のステージの、DNA。誤解、が、理解、に変わったんです。J-Hope、ボルンシンガー、という曲があります。僕たちをアピールする曲です。僕たちが、どんなことを考えているのか、自民、僕は、セーブ ME、をおすすめします。V、マイクドロップ、JUNGKOOK、I need you、ドープ、BTS、防弾少年団、写真集、ダイコンビハインドザシーンチルダ僕たちが一緒なら砂漠も海になる。オリジナルジャパンエディションが発売中。同作は、BTS の所属事務所である、ビッグヒットの正式な許諾、協力の元出版元の、ディスパッチが制作、販売したもので、公文社がディスパッチ並びに韓国を代表する新聞社である、スポーツソウルと契約を交わし日本国内で販売するものです。